港島線は、香港島の県日常駅と芝湾駅を結ぶ香港、鉄路有限公司の鉄道路線である。港島線は、香港島北部を東西に走る路線である。香港の政治、経済の中心、そして、世界屈指の金融の中心地である、中間や今虫本店がある、超高層建築の立ち並ぶ湾湖、香港で最も繁華なドラーンといった、 香港の中心部を貫く一方、路線の東側はニュータウン、西側の上、関駅から県日常付近は、かつての香港の雰囲気を漂わせる下町、また同駅ピーク側の半山区では高級住宅街となっているなど、非常に多彩な町の顔を見せる路線である。路線は、旧来から2階建て車両で運行されているトラムのコースとほぼ重なっている。トラムは、 地下鉄の開通と同時に中間より東側を廃止することも検討されていたが安価であり近距離での利用者が依然として多いため現在も運行されている。なお、2014年12月28日、港島線は上間より西港島線として延長された。新たに開業した駅は西英版香港大学県日場であるが西英版駅のみ、 地上部分の工事遅れにより開業は2015年3月29日となり、その間駅は通過扱いとなっていた。ドラワン駅一番線ホーム。ありがとうございます。